ていくのに結構力ないものだと考えられると思いますけれども、彼らは外の海でもこういう群れで行動するんですね。こういう群れで行動する魚っていうのはお互いの位置や距離、それからスピードというのはどうも、お互いに認識しているらしいんですね。ですからまず魚同士がぶつかることはありません。今日のマグロたちのメニューはまずアジ、